あうまっ、ま、一発でラボを仕留めるんだったらここです、後出しじゃん。おお、めっちゃ好き。はい、こんにちは、ドリブルクリエイターのしゅんじです。今日はノアフットサルステージ横浜店さんで動画を撮らせてもらってます。久しぶりのコラボで、まあ今日ね初めてお会いしたんですけど、リズム崩し系ドリブラーのゆってぃさんです。はっちゅーん、ゆってぃチャンネル違う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 、これ違う、こんな感じですか。テンション変えない、あテンション一緒なんだ。あ、オッケー、俺のフィールドでやらせてほしい。コラボってそういうもんだかもね。そうです、めっちゃ面白いです。なかなか僕のね動画でそういうテンションがなかったので、じゃあ分かった分かった、ありがたいです。僕もインスタグラムとか見たんですけど、すごい本当にリズム崩すのめちゃめちゃうまいので、今日はちょっとねその辺を教えてもらえたらなっていうふうに思ってます。はい、じゃあやっていきましょう、はい、動画の方へどうぞ。はい、じゃあいきましょう。はい、じゃあ今日は、ちょっとラボバっていうね、フェイントの方を、教えてもらいたいと思います。はい。はい、じゃあ、ゆってぃ先生、お願いします。OK です。じゃあ、まず、どうしようか。じゃあ、言葉の意味、僕、言葉好きなんで。あ、わかります？いや、わかんないです。じゃあ、誰がやったかわかりますか？ラボバ、ブラジルとかそっちの方ですか、ね、あ、そうそうそう。アルゼンチン代表の元、ダレッサンド、左利きのサッカー選手。見たことあるな。見たことあります。その選手がラボバを左でやったんですけど、相手股抜きしたんですよ。ラボバして、はい。チューン。それを、ボバってバカって言う。ポイントがあるので、それはなんかちょっとバカにしたようにテクニックからラボバらしい。諸説ある。面白い、めちゃめちゃ面白い。だから意味はないと思いますなんかね、つるきみたいな感じじゃないと思います。ラボバ見たことあります？やったことあります？いや、動画でやったことないんで。なるほど、やってくれたら OK。 旬で教える方がいいか、これが普通にレクチャーだけする、やりますか？僕その方がいいのかもしれない。そうですね。じゃあちょっと旬で行くラボバちょっと見させてください。僕の中のイメージなんですけど、ラボバって足の裏から止めてなんかダブルタッチをやったりっていうイメージがすごいあります。なるほど、なるほど。まあ、こうさらしながら、はいはいはい、こういう抜き方のイメージです。全然間違いないんで、ラボバはこうみたいなあると思うんですけど、ないから。あれもラボバって全然いいんですよ、たまに。それはセルフトーンかではねえとか言われますね。言われますね、いろいろ。だからいいんですよ、テクニックなんて10人とるの。まあ、僕なりにちょっとラボバをじゃあ解説させていただきます。多分ね、かなり、これ結構古参なんだよ、ラボバ。結構古参。世に出たのは最近かもしれないですけど、結構前からやってるんで、ちょっとやっていきたいと思います。見せますか、じゃあ最初。もうさ、あー、これずれますね。これです。あなるほど。これは僕が持ってるラボバです。これずれますね。ちなみに足のスピードとかっていりますか？いらないです。いらないですか？自分がリズム崩しって歌ってるのはフィジカルとかスピードがない、うん、じゃあどうするの、崩して覗いてシュートをするとか、うん、パスとかっていうのをリズム崩し、そこでしか勝負できないっていう、今のスレるの、これをもうバンバンやってました。動画バンバン上げてるんで、ちょっと一回やってみてもいいですよ。なんかポイントとかありますか？50個ぐらいあります。50個、ちょっと惜しいです。絞って2つぐらいで、3つでもいいです。全部喋りますよ、全部喋ります。まずやってもらっていいじゃん、うん、こういうイメージ。はい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 、それちょっとスピード乗ってやりましょうか。普通のスピードで待ってください。はい、止めて、結構。ああ、でも全然いい。もうスピード感ですよね。そうです。うわー、ちょっと待って、難しい。ああ、うま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 う、全然いい。ちょっとリズムがずれてるのかわかんない。全然いいです。ボールタッチから言います。まずは一回ボールさらして、まあ、皆さんこういうさらし方で、うん、懐でこれをまず一回出します。懐から出す、はい、で自分が届くか届かないかのところで止めます。でまずここでラボバってどういうフェイントか、ボールを本来はこのまま引くんですよ、後ろの部分。これをしないフェイントなんです。まずここ理解してください。ラボバだけをフェイント、何でもそう、シザースもそうでしょ、キックフェイントもそう、シュートをするからアンクルブレイク、シダースもこっちに行きませんじゃないですか、うん、これも一緒でボールを引かないフェイントです。引かないフェイント、今度はこうです。これを引きません。あー、ボール自体そんなに動かさなくても、動かさなくても、はい、なるほど。これも僕なりの形なんですけど、はい、ボールを引きます、はい。で、だいたい教えたら軸足止めてくださいねって言うんですけど、はい、皆さんだいたいこの辺止めちゃうんですよ。悪くないです。正解、多分シュンゼーここら辺、多分そこでしたね。でもここだと、僕だと、ここなりだと重心が後ろに行っちゃうんですよ。確かに。で、ラボバって止めた時にフェンスの重心ってこっちなんですよ。後ろ向くと思うから、ね、そう。なのに
ここに打ったら僕もこれ重心後ろでディフェンスもこっち、ボール引いてせっかく重心ずらしてる、俺も重心こっちだと、うん、しょって行くから、フィジカルたけてればいい、足速い。だから、これだとダメなので、今日僕が説明してるのは、かけっこ、小学生のかけっこあるんですけど、位置について、用意、このポジション取りたい。かけっこのポジション、このポジション取りたい。これを一番取りやすいところは、軸足の親指からつま先あたりにボールを置くのが一番いいです。これ、後ろに投げて、だってこれが窮屈なんです。これとかロンだ。これさっきの俊介君が言ってた、これで繋げるんだったらまた話は違うんですけど、一発でラボを仕留めるんだったら、ここです。なるほど。難しいな。ここで、ダン。で、ボールを必ず止める。ボール動かしちゃうと、ディフェンスってやっぱり、反発しちゃうので、ボールは静止させる。あと、さらしてるときは、めっちゃゆっくりです。チンからしてて。ボールもチンからしてて、ここ早く。なるほど。ここの緩急つけると、ここは速くなってもいいですけど、ここでしょ。ここの緩急。引いて、止めたときに、ゆっくりなる。まずここからいきましょうか。いきますか。出して、そうそうそう。いや、全然それでもいいです。慣れてきたら、それが調節できるんですよ。あ、いい感じ。うまい。うまい。なるほど。普通にうまい。なんだろう。これはいつも、なかなか難しいです。リズムが分かる。あ、うまい。おー、うまい。今の滑らか。あ、うまい。おー、うまい、うまい。多分動画だと絶対うまい。本当ですか。うまい、うまい、うまい。まずじゃあここからちょっと修正していきます、はい、今ここまでできたんで、今度はちょっとミスディレクションって今チューネがここまでできたんですけど、視線がここなんですよ。あ、そうでしたね。視線フェイントを入れたいんで、これボール引くと、はい、へそがこうじゃないですか。はい、ラボが失敗する人ってみんなこうなんですよ。これをへそもみしっかり抜ける中にで、顔もちょっと、はい、なんかやるように横でいいですか。後ろまでいや、後ろまで行かなくていいです。もうここでへそを開くっていうのちょっと大事です。開きすぎちゃってダメ。ここはもう慣れてくれば分かってくる。おへそか、おへそっす。こう、そう、あと姿勢です。あー、姿勢か。オーバーになります。なるほど。あ、そんな感じ。それを滑らかに。なるほど。おお。なんかちょっとこっちなくないですか。探しが早い。もっとゆっくりにこうやっちゃってんですよね。あ、まあ、これはいいと思うんですよ、シューズのリズム。僕はですね、僕はここはさらしてて、こうやってサラダするサラダらしてて、いかない。あー、この後ろに下がってからだ。緩急ですね。まあ、技全体っていうのを、本当にそこ、あ、うまっ。おー、今うまかった。最後一個ポイントがあって、あの反発理論を、はい、ここの膝を立てて膝を上げちゃうと反発するんですよ。ジャンプの反発に、あ、筋肉ってことですか。そう、膝立てて、まあ、トランポリンで、はい、トランポリンって伸ばしていく、これと、これをしっかり使って骨の反発する。そうです、イメージ的には。割り箸落としたら、パネル理論と一緒。どう使う。もうできてる。できてるね。そうか、すげえうめえ。テスト。あ、うまい。おー、うまい。あ、引っかかった。もう引けそう。引っかかった。これ注意は、こういうただの僕らのこういう一体使えないんです。なんでかね、仲間後ろもないからです。そう、後ろもない、仲間もいない。だから僕が一体人だっていうのは使えないんですよ。ちょっとそれ弱点です。あ、でも本当の実際実践向きって感じですね。実践向きですけど、いや、よかった。もう一個いきます。まだあるんですよ。で、これ適当にやってるってよく言われる、はい、決め打ちみたいな。決め打ちじゃない、後出しじゃない。おー、めっちゃ好き。シュンゼイクに問題出したから、どこで反応するの。行くか行かないか、チャンスで技もあるんですよ。それは技の中のところ、それともディフェンスの動きの問題。そう、見ながらやるんですけど、それをどこで判断してる。分かったらすごいっす。いけない。一回ね、ここじゃないですか。おー、すげー。あ、当たりですか。ここのボール引いてミスディレクションした。ここで判断します。同一試合で、この人がこっちだったら行かない。行かないです。で、ラブバーやってると、僕も YouTube めっちゃ出してる。試合とかやっぱ読んでくる人、そういう人ってマジで動かないです。こうやって縦押さえになる。そうです。だから、これをして、縦行った瞬間に即そういうやってくる。行ってますね。体入れて。確かに。だから、それを見極めて、こっちに重心行かないんだったら、こっち行って。なるほど。もうカットイン。だから、ラブバーでできて、2人組とかでできるんだったら、そう。あ、
気がする。ちょっとうまいことやる。前に行くときしてその中に行く。これちょっと疑似練習しましょう。疑似練習ですか。僕がこっち行ったら立っていった。あ、何もしてなかったらステップオーバーして。なるほど。まあそうなるよね。そうなる。これは疑似練習。実践的だよ。もう一回やりましょう。これも慣れですね。おーおー、うまい。いや、これやられるんすよ、ね、完全に引っかかった。いや、すごい、うますぎ、こんぐらいです。はい、ありがとうございました、はい。今日は、ゆってぃさんが来てくれました。はい、概要欄の方に、SNS、YouTube とかもやってるので貼っておくので、ぜひ見てくれたら嬉しいです。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。バイバイ。